ルートビヒ・ウィトゲンシュタイン青色ボン、茶色ボンは、ルートビヒ・ウィトゲンシュタインが1933年から1935年にかけて、ケンブリッジ大学で行った講義を書き留めた2冊のノートである。それぞれが当社版で製本され、ウィトゲンシュタインの存命中は勝負数が限られたサークル内で流通した。1933から34年の講義録は、青い表紙で、 1934から35年の講義を書き取ったノートは茶色の表紙で閉じられていた。1958年にラッシュリーズが哲学探求の先行的研究として初めて2冊をまとめてブラックウェル社から出版した。後に哲学探求において従前な形で考察される様々な思考の方がをそこここに見て取ることができる。この2冊の講義録は、いわゆる 後期ウィトゲンシュタインとして知られる哲学の起源に文献的な根拠を与えてもいる。青色本は1933から34年に公述されたテキストであり、後に言語ゲームとして知られることになる概念が先駆的に導入されているという点で、1932年以降のウィトゲンシュタイン哲学の活気をなすとされている。記号の操作として思考を考察するという後期の著作では、 取り組まれていないテーマが含まれているが、それを可能にする確固とした言語規則という中期の考え方は認められない。ここに見られる言語学的分析という手法は、その後日常言語の哲学として結実した。1934から35年の講義で、ウィトゲンシュタインは、フランシス・スキナーとアリス・アンブローズに向かって、口実を行い、テキストは、 タイプされて3冊のノートとして想定された。これが、表紙の色にちなみ、茶色本と呼ばれるようになった。ビットゲンシュタインは、出版を検討しており、ドイツ語での改訂も試みたが、結局は無価値なものだと、この計画を放棄してしまった。A.B. グレイリング、AC、ビットゲンシュタイン、エベリー・ショート・イントロダクション、オックスフォード・ユニバーシティ、 プレス ISBN0192854119 エビ・ AB ビトゲンシュタインルートビヒ、プレリミナリースタディーズフォーザフィロソフィ l o s o p h i c a l i n v e ジェネラリーノーンアズザブルーアンドブラウンブックスブラックウェール・パブリッシャーズ・リミテッドのやしげき青色本の使い方ルートイヒ比ビトゲンシュタイン青色本大森草ワケ、け地球学芸文コピー176ありがとうございます